ヤン・ラディスラフ・ドゥ・シークは、イギリスピアノ学派の基礎を築いた、ボヘミア人作曲家、ピアニスト。ソナチネアルバムで知られており、日本では、ドゥ・セック、ドゥ・デュセック、ドゥ・セック、ドゥ・セックなどと呼ばれている。フランティシェク・クサベル・ドゥ・セックと混同されがちなのでよう、注意である。また、妻のソフィア・コッリーディ・ドゥ・セックも、作曲家で、その作品には、夫の作品として出版されたものもある。 ドゥシーク家は職業音楽家としてはすこぶる長い歴史があり、少なくとも作曲家の祖父の代まで遡り、1970年代までモラビアの文化に受け継がれていた。その中でヤンラギスラフ・ドゥシークは王・デュセックとしてよく知られている。母親と夫人はハープ奏者で、そのため彼はピアノばかりかハープのためにも作曲した。たとえ作品が偉大であるにせよ、その一生は 映画のネタになりそうなほどの波乱万丈に彩られており、さすらいの一生を含めて、まさに、ボヘミアンという言葉落ちていく芸術家であった。ボヘミアで早期の学習を終えると、オランダやドイツ各地を旅した。この間に、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハに学んだかもしれない。ドイツからサンクトペテルブルクに行き、その地で、エカチェリーナ2世紀の長身となった。しかししばらくすると、 秘密警察によって、エカチェリーナに世暗殺の防御に関与したと、告発されて、ペテルブルクを脱出した。ドゥシークの生涯にわたる、王答派への思い入れや、惚れ惚れするような美男子ぶり、女帝、エカチェリーナの美青年に対する、ある種の傾向からすると、別の可能性もあり得なくない。ペテルブルクを去った後、一年間リトアニアのアントニー、ラジビウ校の音楽監督を務め、 それから1780年代半ばにピアノとグラスハーモニカのビルトゥオーゾとしてドイツに旅立った。後にフランスに行ってマリー・アントワネットの長身となり、1788年にはミラノへの演奏旅行を断念するように言い渡された。1789年にフランス革命が勃発するとドゥシークはフランスからイングランドに行き、ロンドンに向かった。この間も、 相変わらず、浮き名を流しており、ハープ奏者で作曲家のジャンバティスト・クルム・フォールツの妻と駆け落ちしている。このためクルム・フォールツは、セーヌ側に身を投げた。ロンドンでも演奏家としてのキャリアが開花し、ハイドンから大絶賛された。ハイドンは、自分とドゥシーク作品を目玉にした、ザロモン演奏会の後、ドゥシークの父親に熱のこもった手紙を送った。ロンドンで、 ドゥシークは学府出版社コッリーに協力して会社を起こすが、後でこれは破産することになる。やがてドゥシークはクルムホルズプ人を捨てて、コッリーの娘ソフィアと結婚した。ソフィアは歌手、ピアニストハープ奏者であり、後に自力で有名になった。二人の間には娘ができたが、結婚生活は不幸せで、二人はそれぞれ密通を重ねた。 作曲家として、以外に、ドゥシークが音楽史上で重要なのは、ピアノの英国式アクションを開発した、ジョン・ブロードウッドと進行があったためである。ドゥシークの作品は、当時流行りのピアノには出せない、力強さや鬼域が必要だったので、ブロードウッドに鬼域と音響の拡大を迫ったので、ある。その後、ブロードウッドのピアノは、ドゥシークの即興曲をつけて、ベートーベンのもとに贈られた。 それからドゥシークがブロードウッドと晩餐を取っているとソフィアが愛人と連れ立って家を出てしまう。だが愛人に拒絶されたためにソフィアはドゥシークの元に帰ってきた。ドゥシークとコッギの会社が破産するとドゥシークは家族を捨ててイングランドからドイツに逃れそのためギフコッギは債務者ーにつながれてしまった。 ドイツでは、はじめはリストを予告するような最初の美男のピアニストだった。ルイ・シュポアによるとドゥシークは、淑女たちが彼の美しい横顔をめでることができるように舞台上にピアノを横向きに置いた最初のピアニストだった。だが、まもなく、プロイセン王子、ルイ・フェルディナントに主観するようになり、王子には使用人としてよりも、むしろ友人や同僚として偶されるようになった。 二人は時折一緒になって音楽の共演と呼ばれたランチキ騒ぎに教示もした。ルイ・フェルディナント王子がナポレオン戦争で戦死すると、ドゥシークは感動的なピアノ・ソナタ・愛イ作品61を作曲する。1807年にはかつてのマリー・アントワネットとのゆかりにもかかわらず、ドゥシークはパリに戻り、フランスの外務大臣タレーラに召し抱えられた。 ドゥシークの作曲した力強いピアノ・ソナタ・パリへの帰還は最終楽章がマリー・アントワネットの視点からフランス革命の歴史を音楽で表現したものとみなしうる。ギロチンが降りて女王の亡霊が戻ってくるとクライマックスになる。ドゥシークは余生をフランスとプロイセンで過ごし演奏、教育、作曲活動に費やした。晩年は容姿が崩れて 醜く太り、不幸にも、だんだんピアノの鍵盤に手が届かなくなると、叫びたりの日々を重ねるようになり、寿命を縮めることとなった。ドゥシークは、メンデルスゾーンやシューマン、ショパンなど、ロマン派のピアノ曲の作曲家の重要な先駆者である。同世代のその他の高期古典派の作曲家に比べると、ドゥシークは著しく、モダンに響く曲が多い。それでも、 その作品は作曲された時点で流行してはおらず、後代の作曲家たちがドゥシークに影響されたかどうかは、今なお疑問が少なくない。ドゥシークは、独自の線を進んでも放者を呼ばず、その意味では、どことなくジェズアルドに似ている。様式的に、古典派よりもロマン派と多くの共通点を持ち、ほとんどの作品は、作曲年代から20年ほど後のロマン派音楽の始まりになって、 ようやく受容された。ドゥシーク作品の中でも有名になったいくつかはピアノ独創用の商品で、その多くが表題的な副題を持っている。例えば、フランス女王の嘆きは様々な長さの一連のエピソードからなり、子供たちとの別れも含めて女王の不運に関するテクストが挿入されている。34曲のピアノソナタもあり、その中に、 美しく比類のない、ヒカの調べエレジー・アルモニーク作品61も含まれている。加えて、数多くのピアノ競奏曲や、バイオリン・ソナタ、劇音楽、数々の室内楽曲がある。中でも、ホルン30奏曲は、後に、ブラームスが作曲するのと同じ楽器編成をとっており、ルイム奏のピアノとバイオリン、チェロ、打楽器のためのソナタは、ダンカン帝徳による改戦と、 オランダ軍の乾杯と題されている。多楽器も含んだ室内楽という発想は20世紀初頭になるまで稀であった。ありがとうございます。